戦の上位チームの合わせて15チームが準決勝に出場します。そして準決勝の上位2チームずつ合わせて6チームが決勝戦に進出いたします。予選第1レースがスタートしました。まずはスタートダッシュを見てみましょう。一番いいスタートを切ったのは第5コース先頭になります、福田聖です。そしてそこに並んでいくというのが第5コース長崎総合さんで、まずまずのスタートになります。スタートから110m、まずは福田聖が先頭、そして第3コース長崎町のブレイクで、さらに並びかけていこうというのが第1コースの船堀で終わりです。福田西部、そして第3コースの長与町、そして第1コースの深堀へとどまり、この3艇が現在トップ争い、ほぼ一直線上にこちらからは見えます。そして第4コースの上吉間、そして第6コースの長崎総合科学大学、そして第2コースの香港の強豪チーム NTEC が追いかけている状態。現在トップ争いは第4コースの上吉間、さらには第6コース長崎総合科学大学、そして第2コース香港から参戦 NTEC ドラゴンボートチームと続いています。上位争いは3チームによる争いです。まず船を片付けます。今 V を加えました。360度旋回させます。舵取りは坂見慎吾さん。続いて第3コースの長与町、第1コースの深堀へとどまりも今ターンを始めました。優勝候補福田西部、まず船を立てました。袋 520m に入ります。続いて長与町、そして深堀へとどまりも今ターンです。上手なターンを見せたのは第5コースの福田西部、続くのが第1コースの深堀へとどまり、そして第3コースの長与町です。折り返しを過ぎまして、順位をもう一度ここで確認していきますと、やはり上位は3艇の争いです。福田西部、そして第3コースの長与町、第1コース深堀 A とどまり、まあ、スタート見事に切った3チームが折り返しを過ぎても上位争いを繰り広げているような状態です。そして3位争いですが、第4コース上の4位争いですが、第4コースの上之島と第6コース長崎総合科学大学、そしてさらには香港の強豪チーム NTEC ドラゴンボートチームと続いています。では初代戦第2勝利までの大倉さん、第5福田西部、福田西部が安定シーンほどの差でトップです。スタートから4分20秒が経過しました。フィニッシュまではあと160m となります。トップ争いですが、連覇を狙います福田西部、第5コース、そして長与町の2チームによる争い、そして第1コースの深堀へとどまり、竹島辺りを追っています。ではフィニッシュでその順位を確認していきましょう。日本代表予選第1レースです。第6コース連覇を狙う福田西部、まもなくフィニッシュ、それを今度は第3コースの長与町、1着でフィニッシュです。そして2位争いですが、2位は長与町、3位深堀 A とどまり、4位争いですが上之島と長崎総合科学大学、上之島が4着、長崎総合科学大学第6コースは2003年に結成されました。チームには医師、看護師、医療従事者、事務員など100人のメンバーがいるということです。ドラゴンボートに必要な技術や体力を作るため、1年を通して海での練習、そして陸上でのトレーニングに励んできました。香港から参戦の NTEC ドラゴンボートチーム、まもなくフィニッシュです。今フィニッシュしました。レース結果です。1着福田西部、1着福田西部、タイム4分54秒19、タイム4分54秒19、2着長与町、2着長与町、タイム4分58秒41、タイム4分58秒41、3着深堀 A とどまり、3着
深堀 A とどまり、タイム5分02秒52、タイム5分02秒52。一般選考予選第2レースです。各チームまずまずのスタートを切りました。まずスタートダッシュですが、どこが先に抜け出すでしょうか。第2コース見えてる仕上げ、さらには4位から出来上がりもまずまずのスタートを切っているように見えます。さらには仕切り、そして第2コースの取り締め松下が参っています。スタートダッシュの時に松下は第2コース取り締め松下、そしてここが見えてる来ました。さあ、トップ争いですが、第2コースのトリッシエ・マキシマ、そして第5コースのイエ・エ・積み上げ、さらには第6コース、トリノクビ・テイクビ、この3艇による熾烈なトップ争い、そしてそれに続いて第4コースのシキビ、第3コース、トロロ・若獅子会、さらには第1コース、3話と続いています。しかし、ほぼ一直線です。こちらから見ますと、ほぼ一直線。その差はわずかに三好の差。三好の差で現在、第2コースのトイシエ・マキシマ、第5コースのミエ・エ・スミアゲ、そして第6コース、ドルクビ・ケイクビ、この3艇が突破争い。しかし、今、第3コースのトロロ・若獅子会も一気に伸びてきました。混沌としてきました、突破争いです。一般対抗予選第2レース、かなり激戦となってきました。トップ争いですが、第2コース、トイシ・エ・マキシマ、そして第5コース、ミエ・エ・積み上げ。この2艇の争いに、一番多く第5コース、土井の組、切れ組が絡んでいこうという展開になっています。さらには第3コース、トロロ・若獅子会も前に出てきているように見えます。そして、仕切り、さらには3番、この辺りが前を追っているという展開。1位から6位までは、現在1艇身から1艇身半ほどの差でしょうか。それぐらいの差にも見えます。です。一艇身の間に全てのチームが収まっています。さあ、このターンで順位が入れ替わる可能性があります。まず、ターン V に絡むのはどのチームでしょうか。まず、ターンしたのは、土井の組、K 組です。ターン V を捉えました。勝ち取りは山崎正夫さん、大木山時代が安定感があるという土井の組、K 組、まずターン、船を立てます。続いて、いいターンを見せているのは、トイシエ・マキシマです。浜田大輝さん、新キャプテンの浜田さんが勝ち取りを務めている。さらには、一番手前、三和町、第3コースのトロロ・若獅子会、四季見、土井の組、K 組、三重へ積み上げ、全てのチームが今、ターンしました。ターンした後の立ち上がりがいいのはトイシエ・マキシマ、ターンした後はまたスタートの気持ちでやるだけというトイシエ・マキシマがぐんぐんこぎ出していきます。そしてそれに並ぶのが上げ、さらには3は四季見というような展開になっていますが、さほど大きく差は開いてないようにも見えます。それでは取材戦第2勝優丸の大倉さん、全て6艇が1艇身から2艇身の枠内に入っています。そしてトップ争いは熾烈です。第6コース、土井の組、K 組、そして第2コース、トイシエ・マキシマ、この2艇による激しい突破争い、熾烈な突破争い、三好の差です。そしてそれに絡んでいこうというのが第3コースのトロロ若獅子会、この3艇による突破争いになってまいりました。そして第5コースの三重 A 積み上げ、こちらもそれを追いかけます。そして若干遅れたのが四季見、第4コースの四季見、そして第1コースの三和です。現在突破争いは三好の差で、第6コースの土井の組、K 組と第2コースのトイシエ・マキシマです。スタートから4分20秒、フィニッシュまであと 160m です。現在トップ争いですが、第2コース、トイシ、A、マキシマ、第6コース、ドイノクビ、キレクビ、この2点の争いに、トロロ、ワクチシガイが絡んでいこうという展開になっています。このうち、準決勝に進むことができるのは、上位2チーム、3位のチームは敗者復活戦にもあります。まもなくフィニッシュです。第2コース、トイシ、A、マキシマが、それとも第2コース、ドイノクビ、そして第3コース、トロロ、ワクチシガイ、来ているのか、まもなくフィニッシュです。一番多く第6コース、土井の組、ケンビ、そして2位がトイシエ・マキシマ、3位、ミエ・エース、積み上げ、4位、トロロ・若獅子会、5位、シキミ、そして6位、サンワと今、フィニッシュしました。一般対抗予選第2レース。正式な順位通過タイムにつきましては、この後の本部発表をお待ちください。K 組、1着、
土井の首、軽首。タイム4分51秒99。タイム4分51秒99。2着、戸石 A、牧島。2着、戸石 A、牧島。タイム4分56秒03。タイム4分56秒03。3着、三重 A、積み上げ。三重 A、積み上げ。タイム4分57秒85。タイム4分57秒85。一般対抗レース予選第3レース、5チームが一斉に漕ぎ出していきました。揃ったスタート、大きな出遅れはありません。ほぼ5チームが横一線という状態でスタートを切っていきましたが、その中でもいいスタートを切ったのは第2コース、磯風総遊会です。三好から判定シートの差、そしてそれを取るのが第3コース、大勢とさらには近海野外です。それでは取材戦第1位の小野さん、優勝を取り戻しました。磯風総遊会が現在トップ、判定心から一定心の差を広げようというところなんですが、しかしそれに全く入ろうというのが第1コースの森が磯風総遊会に食らいついています。判定心ほどの差に今取り戻しました。現在突破争いは第2コースの磯風総遊会と第1コースの森です。そしてそれについて第3コースの大瀬と、さらには向こう側第4コース近海、第2コース矢上と続いています。現在突破争いは第2コースの磯風総遊会と第1コースの茂木です。しかし若干磯風総遊会がリードを広げつつあります。現在突破争いですが、第2コースの磯風総遊会、平成23年24年の2連覇を果たしています。兵庫県有志から参戦と磯風総遊会が現在トップ。そして2位争いなんですが、先ほど磯風に食いついていた茂木に対してその他の3艇が追い上げてくるような形、大瀬と近海矢上、そして茂木、この4チームによる2位争いというようにも見えます。現在トップは磯風総遊会、第2コース飛び込んでくるのは第2コース、相生ペロンバス7連覇、磯風総遊会、あと一定進歩でターン V に差し掛かります。相生とは逆回りのターン、毎年このターンに苦しんでいますが、磯風小さくターンをまとめてきました。非常に上手なターン、磯風総遊会360度旋回を終えまして今船を立てました。他の4チームほぼ同時です。ややターンで順位を巻き返したのが一番手前、第1コースの茂木、舵取りは小林圭介さん、それに続くのが一番奥の矢上、さらに金海と続きます。トップは磯風総遊会です。兵庫県とは逆回りの折り返しではありましたけれども、磯風総遊会が現在トップ、2位争いが熾烈になってまいりました。2位争いは現在第4コースの金海、第4コースの金海が現在2位です。そして判定心ほどの差で追いかけるのが第1コースの茂木、そして第3コースの大瀬と、この3艇による2位争い、ちょっと若干遅れたのが第5コースの矢上です。現在2位争いが熾烈、金海か茂木かそして大瀬とか、この辺りの3艇が三好から判定心ほどの差で2位争いを戦っています。磯風総遊会のリードが大きく広がっています。2艇審判から3艇審、ひょっとしたらもう少し下がるかもしれません。2位争いですが、茂木、大瀬とさらには金海、この3艇による争いが非常に激しくなっています。予選レースは上位2チームが準決勝へストレートイン、しかし3位以下のチームは敗者復活戦に回ることになります。現在トップは磯風総遊会、2位争い茂木、大瀬と金海、この3点による激しい争いとなっています。さあトップの磯風総遊会は間もなくフィニッシュです。目指すは大野巻ちゃん、磯風総遊会、そして間もなく5位の矢上もフィニッシュするところです。
今フィニッシュしました。一般対抗レース予選第3レースレースが終了しました。正式な順位など通過タイムにつきましてはこの後の本部発表をお待ちください。一着愛生石磯風総遊会タイム4分52秒35タイム4分52秒352着金海タイム5分04秒27タイム5分04秒273着大瀬戸タイム5分08秒40タイム5分08秒40第1コースは野崎、第2コース都立町、第3コース深堀美梶町、第4コース福田東部、第5コース三重、三重、以上5チームです。まずスタートですが、もう横ラインといったことでしょうか。一番奥、第2コースの三重、三重、三重、さらには福田東部、都立町、さらには深堀美梶町、野崎もまだほとんど並んだ状態です。各チームが見事なスタートを切っています。その中から少し前に出ているのは一番手前第一コースの野崎なんてもプライドのために頑張るということです。平成18年度以来の優勝を狙っています。その野崎を追うのが第5コースの三重 BDA 三重地区の選抜チームです。ポイントは道中で漕ぎ負けないこと、これをポイントに戦っています。3位争いは福田東部と第3コースの深堀美梶町、それをさらに判定審ほどの差で追うのが都立町という流れになっています。現在トップの野崎から5位の都立町までの間なんですが、その差は1停審から1停審半、ひょっとしたらそれよりも少ないかもしれません。かなり詰まった展開となっています。現在トップは野崎、そして第5コースの三重 B 三重、この2艇による争いに、ほぼ同時に岡村予定はほぼ同時、野崎がトップ、都立深堀 B、福田東部三重 B、 ほぼ横並びで折り返していきました。トップは野崎です。折り返しでその差を少し広げました。1停進から1停進半です。2位争いがまた激しくなってきました。三重 B 三重、福田東部、深堀 B 梶町、そしていいターンを見せた都立町、この辺りは4手横一線です。2位争いがこちらは激しくなっています。それでは取材戦第2勝利丸の岡さん、野崎が若干リード、野崎が判定進ほどリードしています。袋は勝ちたいという執念だと話していた野崎、現在リード。そして2位が三重 B 三重、第5コース三重 B 三重が現在判定審の差で2位、そして第3位が第4コースの福田東部、第4コースの福田東部、後半どれだけ粘れるかが鍵だと話していた福田東部が現在第3位、そして第4位が第3コースの深堀 B 梶町です。そして第5位が第2コースの都立町、持久力と力強さで臨みたいと話していた都立町は現在第5位。トップは野崎、若干またリードを広げたが、しかし野崎と三重 B 三重、この熾烈な争いでトップ争いが繰り広げられています。折り返しでその差を広げた野崎はまたさらにじわじわと差を広げているようです。それを追うのが4チーム、三重 B 三重、福田東部、深堀 B 梶町、都立町、この4点による争いは非常に激しくなっています。現在トップは野崎です。ポイントはスタートのところでここまでやれるか、Thank you.
最高位予選第4レースレースが終了しています。正式な順位通過タイムにつきましてはこの後の本部発表をお待ちください。レース結果です。1着野茂崎、1着野茂崎、タイム4分56秒21、タイム4分56秒21、2着福田東部、2着福田東部、タイム4分58秒98、タイム4分58秒98、3着ミエビーミエ、3着ミエビーミエ、タイム4分59秒81、4分59秒